AV-8B ハリアー2ハリアーに関連する作品の一覧は、イギリスのフォーカーシドレー社が開発した垂直離着陸機、フォーカーシドレーハリアー及び、その系列機である BAEC ハリアー、ハリアー 2BAE ハリアー2に関連する作品の一覧である。トゥルーライズの撮影で使用されたハリアーの模型、007リビングデイライツ、ソビエト連邦のコスコフ将軍が、 亡命時に登場する。インデペンデンスデー最終決戦のため、エイリアンのシティデストロイヤーへ攻撃に向かう航空機の一つとして登場。ギララの逆襲、東野コ、サミット機器一発地球防衛軍所属機として登場。北海道に出現したギララに対しイギリス首相が立案した洗脳電波作戦を実行するため、吊り下げた精神破壊コイルをギララに投下する。コンタクト、 北海道パートで自家用タイプのハリアーが登場。司令船との連絡用に使用される。ステート・オブ・オー前半に登場。アルゼンチン軍兵士を震え上がらせる。ゼブラーマンアメリカ軍のハリアー2が登場。横浜市八千代地区に潜伏している。宇宙人を攻撃するため、中性子爆弾を搭載して飛来する。トゥルーライズアメリカ海兵隊第233攻撃飛行隊ブルドックスの ハリアー2が2機登場し、テロリストたちの車列に向けて、エイジム -65 マーベリック空対地ミサイルを発射して、テロリストたちの車両を破壊するほか、主人公のハリー・タスカーが支援に訪れた胴体の機体を借りる形で登場する。また、終盤ではホバリングしている機体の上で、アクションシーンが展開される。撮影には、実物大の模型とともに、 アメリカ海兵隊の協力で実物が使用されている。バトルフィールドアース、アメリカ軍の武器庫に保管されていた兵器の一つ、サイクロ陣への反抗作戦時の航空戦力として用いられる。千年も保管されていたため、脱出装置が作動しないなどの不良が見られる。リターナー、チベット高原の地下基地のシーンにおいて、地球軍最後の戦闘機、及び敵宇宙船が、 地球軍の地下基地への侵入のために変形した、擬態宇宙船として登場する。バンブルビー本編に登場するディセプティコンのメンバーの一人、シャッターが、本機の練習機型である、T2 に変形する。ZZ エーベルバッハ少佐が登場し、部下 Z を救出に向かう。ウルホシヤツラ、ウルホシヤ、ツラにビューティフルドリーマー周太郎の、アイキアンドメンド倒カの航空隊が使用。 エリア88、ファントムブライ前者は、キムの愛機と、地上空母の艦載機、後者は、空母艦載機として複座になって登場。気分は猛戦争航空自衛隊に、配備されている。巨神ゴグヘイルの部隊がメルカバと共にオーストラル、島に投入される。ケロロ軍装アニメ版、第62話にて登場。こちら、葛飾区亀有公園全派出所ザムービー。 福座仕様の本機が終盤に登場。ザ・サムライ・南半ントライが移動用に登場。ジオブリーダーズ・ OVA、ジオブリーダーズ・猛量遊撃隊ファイル、X チビネコダッカンで、アメリカ海兵隊機が登場。続、戦国自衛隊戦国時代にタイムスリップした、ワスプ・急遽収容陸艦、SX の艦載機として、大阪城攻防編と外伝編に2機が登場。 クラスター爆弾やロケット弾を使用し、戦国武者たちを空爆する。戦え。超ロボット生命体トランスフォーマーサイバトロン、エアーボットフックカンスリングが変形。熱血最強ゴーザウラー防衛軍の戦闘機として、登場。バビル2世、第12話読みの海上基地へ着陸する場面で登場。ブラックジャック空から来た子供ハリアーをモデルにした、ベラド共和国の最新 AV トール戦闘機。 レポールが登場する。フルメタルパニック。アニメ版、第5話にて、救出作戦の B-3055B-3127 両名発艦時直前に2秒ほど登場。また、強襲揚陸潜水艦、ドゥアハーデダナンの艦載機として、架空の発展型、フェイブ -8 スーパーハリアーが登場する。プランダラアルシアへ進行する、アビス軍機として登場し、 アルシアの住民に対し無差別攻撃を行う。また、堺児風が垂直離着陸の性能を活かし、アビスとアルシア間の移動手段として利用する。なお、移動手段として利用する際、堺児風は機体に乗り込むわけではなく機体の上に立つ、形で利用している。遊戯を生み、マゼジンが登場。陸上防衛隊マオちゃん AI を内蔵した、真っ赤なサポートメカ、ハ早手として登場。 月島ミソラを主翼に乗せて V トールする。ルパン3世シリーズ。ルパン3世。ルパン暗殺司令武器密売組織。ショットシェルのボスである、ジョン・クローズが、グアム付近にある、本拠地の島までの移動手段として使用する。ルパン3世ワルサー P38 ルパン3世と、ヒロインのエレンが暗殺組織、タランチュラの本拠地がある。バミューダトライアングル内のことを帰還するために、使用する。 ルパン三世 VS 名探偵、コナン架空の国家である、ベスパニア王国の空軍機として登場。立ち入り禁止区域にて、ベスパニア鉱石を採掘していた、ルパン三世と次元大介を攻撃する。また、終盤では、次元大介がこれに登場し、石川越門を、ルパン三世が閉じ込められた金庫がある建物の、真上まで輸送する。あり得る国立科学研究所の所属機。 小説では、水玉模様の塗装がされており、水玉ハリアーの愛称がついている。OVA では、ダークグリーン系に変更されているため、単に、ハリアーと呼称される。主に研究所員 B が、観測やシーバイ関係者の送迎などに用いる。宇宙一の無責任男ハリアーそのものは、登場しないが、惑星連合宇宙軍の V エストール戦闘機として、ハリアーの直径機という設定の、 BAEAV55N バザードが登場。形状もハリアーに酷似している原子力空母、シナノシリーズ原子力空母、シナノの艦載機として登場。表向きは FSX の開発中止と PKO での使用を名目にアメリカ海兵隊が運用していたハリアー2の中古機を導入するが、オリジナルの機体になかった無線アンテナが装備された。 こと CIA に雇われたスポッターに発見され、日本がアメリカ相手の戦闘を視野に入れたシナノの運用を目論んでいることをアメリカが察知するきっかけとなる。原型機のものから国産コンピュータに変更するがメモリー容量の問題から対空戦闘能力を削除して空対艦ミサイルの運用を可能とする。またシリーズ終盤に今度から貨物船を経由して、 シナノと合流するといった描写がある。時空戦艦ヤマトヤマト型戦艦。ヤマトの関西機として登場。続時空戦艦ヤマト国産機。ハサトアの名称で登場。スーパーゼロ主人公のナスの二郎によって奪われた。XFV-14 スーパーゼロ撃墜のため、タラワ急強収容陸艦。ベローウッドから3機の AV-8B が出撃するも、2機は、 XFV-14 によって、もう一機は、アメリカ空軍海 -15A イーグルの AIM-9 サイドワインダーによって撃墜される。上空の連合艦隊、第二次世界大戦時から現代へ、タイムスリップしてきた日本海軍の空母、赤城、加が、総流、飛流に搭載される。第三艦にて、総流と飛流は、ロシア海軍の原子力潜水艦の核。 弾頭と最巡航ミサイルによって撃沈されてしまう。ネオゼロ、要塞シリーズ第一作、ニセコ要塞1986にて、ハリアー X 界という架空の型番で登場。自作の、トワダ要塞1991、アソ要塞1995では、同期をベースにしたとされる、ハリアー G という型番の架空機が登場。デワイア3000機西日本帝国海軍に配備。 ヤマト型戦艦、ヤマトの関西着弾観測機として登場。私のファルコン、西日本帝国海軍に配備。ヤマト型戦艦、ヤマトの関西着弾観測機として登場。007エブリシングオアナッシング冒頭に登場。アルマニ a V-8B が登場し、プレイヤーが、操作か、垂直離着陸も可能。自由落下爆弾、レーザー誘導爆弾。 フリア AIM-9 サイドワインダーなどを装備。海 AGR-5 プレイヤーが操作可能。対空用ショットは4連単発。対地用にガトリング砲を装備。直線上の攻撃だが、幅は広く、当たり判定が、機体の中で一番小さく、さらに移動スピードも一番速い。前方集中接近戦型の機体。ジャストコーズに AV-8B をモデルとした、戦闘機。 SI-47 レオパードをパナウ軍が使用している。なお、作中での本機は V トール機ではなく単なる S トール機という扱いになっている。ウォーゲームレッドドラゴンな当人営のアメリカ軍的で使用可能な航空機として AV-8、AAV-8BAV-8C が登場する。アフターバーナー的機器の一つとして登場する。エースコンバットシリーズ基本的に 各作品で敵機として登場するが、エースコンバット R の DLC において AV-8B ハリアー i e 2プラスが使用可能機体として登場する。また、次回作のエースコンバットでは、敵機、時期ともに AV-8B ハリアー i e 2プラスが登場する。なお、両作品ともに垂直離着陸機構は完全には再現されていない。 エアホースデルタプレイヤーが登場できる機体として登場。ブルーウィングナイツではアレックス・レバインの登場機体として使用可能。エアロダンシングシリーズ、エアロダンシング・アイ、アイジ解作まで待てません。エアロダンシング・4にプレイヤーが登場できる機体の一つとして登場。外貨の合法エアランドホース日本を占拠したアメリカ海軍、イギリス軍の機体として登場。 プレイヤーも購入して使用できる。グランドセフトオートシリーズ、g t アッサ、ハイドラの名称で AV-8B と、カイ -16 ファイティングファルコンをモデルにした、戦闘機が登場する。赤外線誘導ミサイルのほかフレアを装備している、G タブ本機と、回 -35B をモデルにした、戦闘機が、ハイドラの名称で登場する、コールオブデューティシリーズ、 COD4 キャンペーンに AV-8B がちょくちょく登場して爆撃を行うほかマルチプレイで近接航空支援を要請することができる COD メガワットにマルチプレイにおいて7連続キルストリークとして AV-8B が登場するキャンペーンでは VIP の救出を命じられたプレイヤーたちの目の前を飛び去る姿が目撃できる サイドワインダー V プレイヤーの登場機体として登場。サイレントスコープシカゴのビルの合間で、主人公のヘリと対峙する。ガンポッドと空対空ミサイルを装備。ジェットインパルスハリアーそのものは出てこないが、告示する機体が敵機として登場。ストライカーズ1999選択可能な時期の一つとして登場。移動速度が遅い代わりにあたり判定が小さく、サブウェポンの威力が高い。 敵を自動で追尾して攻撃を行うスーパーショットハンターフォーメーションを持つスーパーストリートファイター 2X リバイバルグバ用に描き下ろされたガイル用ステージの背景にて登場しており定期ごとに飛来しているストリートファイターゼロシリーズアメリカ空軍注意にしてガイルの戦友ナッシュの相木ハリアーの整備は彼自身も得意としておりゼロ2のステージ背景に登場する その他、03でのエンディングでは、ナッシュのカルハリアーが、ベガの逃げ込んだ、シャドルー基地を空爆し、炎の中なお立ち上がる彼に、機関砲でとどめを刺すという描写がある。戦場の狼2ハリアーをモデルとした、V トール戦闘機、バッドホークが一面ボスとして登場。大戦略シリーズ同期を採用している生産タイプで、使用可能。V トール機であるため空軍基地や、 空港の他に平地などでも運用可能。なお、補給者からの補給も可能。タスクフォースハリアー、タスクフォースハリアー EX プレイヤー機として登場。トム・クランシーズ HAWX レベルを上げる。ことによってアンロックされる。AV2 という名で登場。バイオハザードコード、ベロニカ2機登場し、クリスレットフィールドとアルフレット・アシュフォードがそれぞれ操縦する。 バイオハザード6作中の空母にて置かれていたものが、クリスレッド・フィールドとピアースニバンスによって操縦される。メタルギアシリーズ、MGS2 複座型が登場。バンプが操縦、ソリダススネークがガンナー操作し、ライデンの前に立ちはだかる。スティンガーミサイルや RGB6 を用いて戦うことになる。MGSV 証拠隠滅を図るために、クラスター爆弾で、 キューバの米軍基地を爆撃する。また、基地へ帰還する途中のスネークを追尾するが、狙撃手のクワイエットにキャノピーを撃ち抜かれて撃墜される。空戦乙女、バージンストライク機体そのものではなく擬人化した、ハリアーの空乙女が、複数登場している。テレビ番組、トップギア10機が登場し、サーブ9から5と、トップギア、テストトラックにてレースを行う。タイムは31秒弱で、 歴代最速を記録したが、当然ながら、自動車ではないという理由で、公式記録扱いされていない。CM サントリーボスボス7の CM、全世界を敵に回す編で登場。出演、カンダウの佐川大介。ダイハツムーブムーブカスタムの CM、Z 機編で登場。パイロット役は、柴崎港。ハリアーよびハリアー2ともども人気の高い機体のため、国内外でも一。 32.1、48.1 32.、48. 72.1、144で各社から発売されている。また、正確には、陶器をモチーフ元としたメカとして、銀河のワシメガロザマックから、ガオークハリアーが今井から発売されていた。ありがとうございます。